てってれー。おー、あ、ここにね、マイクロ SD カードをタッチでね、ほら動かせます。これね、ソニーセンサーのカメラが入ってるということで画質も良さそうですね。良さそうやな、リアカメラで。あの GPS 機能もねついてるということで、まあ、ちょっとね、こんな感じで、今の現在地とかいろいろね情報が取れるということですね。ちょっと後ろ向きですけども、前に変えてみますね。はい、結構ね明るく映ってますよね。前の車のナンバープレートもはっきり映ってますね。ちょっとモザイクかけときますけど。で、Amazon でね、売り上げナンバー3ということでね、いや、売れに売れてる商品なんですね。この駐車監視、こういうのもね、ついてますね。はい、っていうわけで、やってまいりました。今日はですね、こちら、ジャードンさんのね、スマートミラーということで、こちらドライブレコーダーなんですね。早速、見ていきましょう。ではね、開封の方していこうと思います。もうね、ちょっとね、箱開けちゃってます。てってれー。おほほほ、でかいわ。さすが 11.66 インチありますね。あ、ここにね、マイクロ SD カード32ギガ入ってますね。これいいね。これね、最初からね、ついてないやつもありますからね。あ、それでこの価格か。2万円切ってますもんね。で、裏面は、あ、こんな感じですね。あ、結構なんかこのつるっとしててね、デザイン的には、高級感ありますね。で、これね、ほらちゃんと動きます。これね、ソニーセンサーのカメラが入ってるということで画質も良さそうですね。はい、どんどん開けますね。で、こちらの GPS もね、搭載されてるということで、ほらこんなのついてますね。で、こちらがね、電源アダプターになりますね。で、あとこちらリアカメラですね。あ、リアカメラ結構しっかりした。これね、重みがあります。鉄って感じ。良さそうやな、リアカメラ。このもっと早い連絡先ということで、この LINE がね、なんと対応しているということですね。170度のね、高解像度広角レンズがついております。で、ディスプレイが大型の 11.66 インチね。でかいわ。重力センサー、三軸 G センサーを内蔵してるんですね。すごいな。ちなみにね、レンズの明るさ F2.0 か。あ、結構明るいんやな。では取り付けていこうと思います。もうね、今これ類似品ですけどね、ミラーついてます。今つけてるミラーね、こんな感じなんですけど、あの液晶部分がね結構小さいんですよね。このミラーに対してこの部分しか、液晶がないと。まずはね、専用の電源つけてきます。これね、めんどくさいんですけどね、コードをね、このモールの中にはわしていきます。まあその時ね、こういうものコードをね縛れる、こんなの売ってますんでね、こんなんがあったら便利ですね。リアカメラね、取り付けました。これね、結構あの水平がね、これで保ててていいですよね。この形状なかなかいいと思います。これいつもねペリペリ忘れるんで取っときますね。はい、とりあえず取り付けました。すごい広い。これええぞ、これええぞ。ちょっとねフィルム剥がしますね。おお、綺麗。これね、今リアカメラが映ってるんですけど、ちょっと上の方がね、蹴られてますよね。これタッチでね、ほら動かせます。これで見たい画角にね合わせると。いや、これめっちゃええわ。左右はね、明るさ調整になるみたいですね。もうね、このほら赤のポッチね、点滅してますよね。録画されてる状態です。ほら、ここで後ろ前が、これね、今2画面ね、これ前後ろ、これでも、あ、これはタッチ機関か。こんな感じで変えれます。わあ、カメラの角度ね、角度調整できますね。これね、下のボタンで普通のミラーに変わります。普通のミラーもね、なかなかクリアで綺麗ですね。どうしてもね、ちょっと私の車ね、これがね、これがどうしてもちょっとボコってなってるんでね、これ角度こうしたらいいんか。ちょっと角度ね、角度、あ、そっか、こうミラーを動かせばええんか。はい、今ね、ドライブレコーダーの方に、カメラを変えました。ちゃんと映ってますでしょうか。いやー、すごいですね。いや、これ大きいのでミラーがね大きくて、すごい視野がね広いですね。
前ね、ちょっとこれ前の他社さん言うのあれなんですけど、前のカメラに比べてね、かなりね、このバックミラーとしてのね、このまま使えるなという感じですね。これね、リアにね、荷物積んで、後ろがね、見えない時ありますよね。そういう時、このカメラで見れるので、非常に便利ですね。今ちょっとこれモザイクかけときますけど、ナンバープレートね、しっかり見えますね。ちょっとフロントね。あ、これ今写真が撮れました。写真も撮れるんか。前の車のナンバープレートもはっきり映ってますね。ちょっとモザイクかけときますけど。私ね、この間まで使ってたこのミラー型のこのドライブレコーダーね、実際ね、走ってる時は、電源をね、切って使ってました。でもね、これ、電源切らずにね、リアルにこのデジタルの画像を見ながらの方が、なんか鮮明にミラーが見えますね。近くにね、見えるなという感じがしますね。で、GPS 機能もね、ついてるということで、まぁ、ちょっとね、こんな感じで、今の現在地とか、いろいろね、情報が取れるということですね。で、これ、電波がね、日本のね、電波を一応考慮して、テレビとかね、ワンセグとかもそのまま見れました。その辺もね、配慮してていい商品だなと思います。で、アマゾンでね、売り上げナンバー3ということでね、いや、売れに売れてる商品なんですね。いや、これ、2万円以下でね、買える、このデジタル式の、このね、ミラー型のドライブレコーダーとしては、かなりね、お買い得だと思いますね。もうね、夜になりました。今ちょっとね、唐揚げ屋さんに買いに来てます。もう GPS ね、つなげてるので、今ここにね、今、これ0キロってなってますね。これ走りながら、スピードが、ここ変わりましたね。で、今これリアカメラなんですけども、もうね、夜、今、こんな感じ。いや、ほんと明るいですよね。もう今ね、夕方の5時55分です。設定がね、いろいろできますね。今、画質は、1080p で撮ってます。720p まで落とせますね。上の 1296p っていうね、これね、なんか謎の、これなんか外国のあれですかね。まあ真ん中の 1080p の設定になってます。あとループ録画のね、時間設定とか、音量やらいろいろありますね。スクリーンセーバーモード。で、あとこれね、G センサー。で、この駐車監視。こういうのもね、ついてますね。車のね、電源が切れた後も、まあ、車を守ってくれると、まあ、車をね、監視するシステムがついてるということですね。今までね、録画してたのが、この一覧で見れます。おー。あ、そっか、前も後ろも、撮れてますね。今ね、GPS ね、ついて、この電波干渉ね、それが、大丈夫ということで、ちゃんと、ワンセグも使えます。はい、今ね、夜の、43号線走っております。今ね、通常のカメラで撮った感じ、これぐらいの明るさですね。それが、今、ちょっと後ろ向きですけども、前に変えてみますね。はい。結構ね、明るく映ってますよね。なんかやっぱりね、こう画面を通すとね、これだけ明るく撮れるってね、不思議ですよね。で、やっぱり11.66 インチということでね、この端から端まで結構幅広く映るので、すごいね、視界が広いなという感じがしますね。はい、いかがでしたかね。やっぱりね、大きいミラーいいですよね。ドライブレコーダーこれつけてね、もう安心ですよね。いや、レスポンスも良くて良かったと思います。こちらの商品はね、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ってわけで、11.66 インチのミラー型ドライブレコーダーでした。じゃあね、バーイシュー。